辰波監督は中日ドラゴンズの監督に就任した際に打つ方は何とかしますというふうにコメントをして期待を持ったファンの方も多かったと思いますただ先日辰波監督は点が取れない昨年よりもひどいというようなコメントになってしまいましたなぜ昨年よりもさらにチームの得点力が落ちてしまっているのかこの辺りを見ていきます8月22日中日ドラゴンズさよなら負けを喫してしまったわけなんですけれどもこの時の辰波監督のコメントを振り返っていきます 記録のことを言ってもしょうがないと、まあ、ビジター13連敗の記録のことですね、まあ、これを言ってもしょうがない、ビジターでホームより点を取られ、打つ方が点を取れない、昨年よりひどい状態、投手は攻める気持ちを持ってやってもらわないとというコメントになっていますね、まあ、昨シーズンからビジターで勝てないという点が課題だったわけなんですけれども、まあ、今シーズンに関しては、まあ、正直、もホームとかビジターとか、まあ、そういったとこ関係なく、さらに深刻なチーム状態になってしまっています。 そして打つ方はなんとかするっていうところが、まあ、点は取れない昨年よりひどい状態になってしまったと、まあ、そういったコメントに変わってしまったわけですね今シーズンはホームでの勝率が4割3分1輪そしてビジターでの勝率が3割2分1輪ということで,ですね、まあ、3回試合して1回勝てないというのが、まあ、ビジターでの勝率になってしまっているわけですね 昨年はホームで勝率が5割2分リンビジターで4割8厘ということですね、まあ、全体的に勝率が1割ずつ落ちてしまっているというぐらいの成績になっていますこの数字を見ると今年も昨年もホームではそれなりに頑張っているようには見えますけれども、まあ、結局ホームとビジターの勝率っていうのは基本的にホームの方が高いっていうのが一般的で、まあ、1割差っていうのもそこまで珍しい数値はではないので まあ正直、ビジター選手の方がまあ移動で疲れていたりだとか、ホーム選手の方が慣れている球場で、ホーム球団の応援を受けて試合ができるとか、そういったプラスの要素がありますので、やっぱりもうホームがビジターがというような問題ではなく、単純に勝率が落ちてしまっている、そして点が取れないと、このあたりが今シーズンの大きな課題となっています。では続いて、立浪監督の就任時の、打つ方は何とかします、この発言を振り返っていきたいと思います。 立波監督は監督に就任する際にこのようにコメントをしています。今年は投手陣がすごく良かったと評価されていますが、自分は野球は投手が8割を占めると思っています。もう一度投手陣をしっかり整備して、センターラインを固めたい野球をできるように、守り勝つだけではいけないが、そういう野球をもう一回できるようにというコメントですね。あ立波監督っていうのはもう就任当初から守り勝つっていうことを もうこのように語っていて、センターラインを固める投手陣をしっかりと整備するということで、新人選手、二遊間の守備型の選手っていうのを結構取りましたし、ピッチャーも枠井投手獲得したりだとか、なんとか整備していこうというような方針は見えました。一方、バッティングに関しては、あとは打つ方は1年間打てないと言われていましたが、必ずなんとかします、試合に対する勝ちへの執念を選手に植え付けたいと考えていますというコメントですね。 1>, まあ1年間打てなかったけれども必ずなんとかしますとまあこの必ずっていうことがついているっていうことでやっぱりファンからしても中日ドラゴンズ打てるチームに変わるんじゃないかと立浪監督の現役時代のようなバッティング回したバッティングを選手たちがまあ得得してくれるんじゃないかとかまあそういった期待っていうのはありましたただ立浪監督の就任初年の得点っていうのはその前の与田監督の時と比べてほぼ同じくらいの数値でした そして今年に関しては大きく落ちてしまっているというような状況を見ると立浪監督が就任したことで得点力がプラスになったという事実は全く出せていないという状況ですねそして立浪監督が先日語った通り、まあ、得点が取れない昨年よりもひどい状態というのは間違いないというのが、まあ、現在のチーム状態になってしまっています投手出身の監督から野手出身の監督しかもレジェンドクラスの打撃成績を残した監督に変わったわけなんですけれども打撃成績が上がらなかったということで このあたりはちょっと期待外れな部分はありますね。では続いて、昨年から何がさらに悪化してしまって、得点力が落ちてしまったのか、こちらも見ていきます。まず、昨年と今シーズンの成績を比べていきます。2022年は勝率が4割6分8厘、1試合あたりの得点が2.9点、打率が2割4分7厘、1試合あたりのホームラン数が0.43、出塁率3割1厘、o p スが0.642という数字になっています。 一方、2023年、勝率が3割7分8厘と1割ぐらい落ちてしまいました。そして一試合あたりの得点も2.8と落ちてしまっていて、打率が2割4分、一試合あたりのホームランが0.44、出塁率が2割九分1厘、OPS が0.618という成績ですね。打率が若干落ちているっていうのもそうですけれども、やっぱり出塁率であったり、長打率。 このあたりの数字が落ちていて、総合的に OPS が落ちてしまって、まあ、ホームランの数とかは変わらないけれども、まあ、結局1試合あたりに取れる得点の数が落ちてしまって、まあ、勝率もそこに影響して落ちてしまっているという感じですね。昨年から OPS の面で成長したということが見られる選手というのは、岡林選手と石川選手のみと、まあ、木下選手はちょっと打席数少ない中で、まあ、少し上がっていますけれども、まあ、基本的にはこの岡林選手、石川選手のみ、まあ、少し OPS が上がったという状況ですね。 細川選手が OPS0.814、宇佐美選手が0.812と、この2人の新加入の選手が健闘してくれているんですけれども、総合的に見ると下がり幅の方が大きくて、全体的に OPS が下がってしまっているという状況ですね。昨年から OPS0.702 の阿部選手が離脱してしまった、そして OPS0.787 のマルティネス選手も移籍してしまったと、このあたりがチームの総合的な OPS の下落につながっていると。 加えて昨年、レギュラークラスで活躍した大島選手の OPS が0.743から0.632に下落、ビシェード選手が0.792から0.603まで下落、そして高橋周平選手が0.614から0.517ということで、この主実級の選手、中堅どころの選手、ベテランの選手っていうのが大きく成績を落としてしまったと、まあ、このあたりで点が取れないチームになってしまったというのは間違いないと思います。 では続いて投手陣にも大きなマイナスの要素があったとこちらも振り返っていきます投手陣の成績で見ていくと昨年は平均失点が1試合あたり3.46今年は3.60とそこまで大幅な悪化ではないですけれども確実に少し悪化している数値は出てしまっていると特に7月以降が心配ですね7月は防御率が3点台後半 8月は4点台というふうに大きく悪化してしまっていて、それまでの流れは問題なかったんですけれども、7月以降が悪化しているということで、来年以降かなり不安が残るシーズンになっています。この点に関して言うと、大野投手とジャリエル投手の離脱っていうのが全体的に大きくダイレクトに影響していると、ここに関しては間違いなさそうですね。大野投手は2022年、防御率2.46、8勝8敗、157イニングと、チームで最もイニング数を投げてくれたピッチャーです。 そしてジャリエル投手は56試合、防御率1.15、39ホールド、リップ1イニングあたりに出したランナーが0.91と、抜群の成績が残っています。まあ、来年は大野投手が復活してくれることももちろんですし、まあ、中継ぎではフェリス投手、松山投手、斎藤投手、勝野投手といった、まあ、昨年いなかったリリーフピッチャーが、今年もフル回転をしてくれれば、穴は埋まってくると思います。 特にこの7月以降の不調というのは勝野投手とか清水投手とかこのあたりのピッチャーが調子崩してしまったり怪我してしまったりこういったところがありますからやっぱり一人でジャリエル投手を補うというのは無理なのでたくさんの勝ちパターンで使えるようなピッチャーが補い合っていくとそういった状況を作っていくことがすごく重要だと思います。 そして野手に関しましてはベテラン選手がここから成績を一気に上げるっていうことはまあ相当難しいと思いますから鵜飼選手であったり石川昂也選手そしてブライト健太選手、まあ、こういった若手選手が突き上げでまあ長打力を上げて一軍でもまあ,ある程度打率も記録できると、まあ、こういった状態にしていってチーム全体の OPS が上がっていく、まあ、そのあたりまで来るとチームとしてもまあ最下位、脱出してまあ A クラス入りっていうところも現実的に見えてくると思います。以上